こんにちは、アンナスです。今日は、化粧品の刺繍をしようと思います。口紅とマスカラです。ちょっとパッケージのデザインは私がこういうのがあったらいいなと思う形にしてみたので、それでは早速図案を描くところからどうぞ。はい、では絵を描いていきます。これぐらいの台形、だいたい長さは500円玉ぐらい、結構大きいんですけど、500円これぐらいだけど、それのなんか縦長バージョンを2つ描きます。で、まあ、こっち口紅の方なんですけど、まあ、半分ぐらいで、なんか口紅が入ってる、なんか銀色の部分ですね。で、口紅がちょっとだけ出てるから、こういう形。半円のなんかちょっと角が欠けたような感じのやつを作って、ちょっと可愛い、あれにしようかな。化粧品にしようと思うので、ここちょっとフレンチノットで、装飾して、なんか下のこの部分がこう丸い方が可愛いかなと思ってたんで、ちょっと丸くします。で、こっちもお揃いで丸い化粧品にしたいんで、持ち手がだいたいこれぐらいにしておいて、またちょっとなんか銀色というか、なんかこう台みたいなのがあって、ニュッと伸びて、先にこうマスカラがついてますね。で、下の持ち手のとこはまたちょっとこう丸い感じにして、ここにフレンチノットが入りますっていう感じのを作って、ちょっと一回綺麗に描き直します。高さは揃えた方がパッと見可愛いと思うんで、じゃあこれで図案を写していきます。布の上に写していくんですけど、間にチャコペーパーを挟みます。ボールペンとか、あとトレーサーとかで写していきます。はい、だいたいこんな感じですね。では刺繍していきます。では最初の刺し始めをやっていきます。玉留めの代わりのものを作ります。ちっちゃい並縫いを2つ入れて、1つ前の穴に刺すと、これで絡まっているので、出ているところはハサミで切っておきます。で、この下の持ち手のところなんですけど、横横に埋めていきます。まず基準を1本入れて、上と下と半分ずつ埋めます。隣隣に刺していくんですけど、必ず隣っていう風に決まってるわけではないので、前のところで隙間が空いたら戻って足してもいいです。で、下半分が終わったら、後で上半分も埋めていきます。はい、では、ここのフレンチノットの部分なんですけど、結構際まで刺してもらって、もうちょっとフレンチノットは上から入れるので、まあ、一旦無視する感じです。で、終わらせるときは裏の糸に絡めて、で、出てるところはハサミで切る。ギリギリで切ってください。はい、では次は黄色の糸を、続きをやるときはもう裏にこうやって絡めて、で、始めていくんですけど、
これも横横に刺していきます。ちょっとこれよりもちっちゃくした方が、なんか口紅の蓋がここにスポって入るスペースがあると思うので、まあ、なんかちょっと狭い方がいいですよね、幅が。で、これも横横に刺します。で、全部刺し終わってからこの丸い模様を上から入れるので、一旦ちょっと無視して、で、細くて長いものを刺すときはちょっとガイド線を入れてもいいです。私ちょっと下書きをちょっと青いペンで修正してますけど、では口紅を刺していきます。さらに口紅はこの金具の部分よりも内側のところに刺していきます。ちょっと今絵を触ったので、ちょっと口紅の長さがちょっと長いかなと思ったので、ちょっと短くしてます。これも横横に刺していきます。はい、では口紅ができたので、その一番最初に決めてたここのフレンチノットをやっていこうと思います。もう糸は切らずに続きでそのままです。まず出します。で、フレンチノットは少し上を持って、で、空中で2回巻いて同じ穴に刺します。で、このぐちゃぐちゃを引き絞ったら下に引っ張ると出来上がりです。で、もうぎゅうぎゅうに詰めてやるので、まあ、下書き4つぐらいしか書いてなかったけど、5つ入りそうだったら5つ入れようと思います。フレンチノットするときにこうやって糸巻いて刺すときに同じ穴に刺すんですけど、糸の上に刺しているので糸1本分ぐらいでいいんで、ちょっとまたいで糸の上にフレンチノットを乗せるように作ると、埋もれずにうまくいきます。ただ今回の場合ちょっとフレンチノットがでかいので上に乗るとは思うんですけど、予定通り4つぐらいにいきましたね。じゃあこれで出来上がりなので裏に絡めて、で、マスカラの方もやっていきます。これも下は一緒ですね。はい、では上の部分ちょっと焦げ茶にしてみました。ちょっと黒だと強いかなと思ったので、もうここは1本ピッてやるだけでいいです。で、上の部分も横にやるとちょっともう大変なので縦に埋めていこうと思います。縦に基準を1本入れて半分ずつ、ちょっとこうサイズ感を見ながらって感じですね。これあんまり太くしても変なので、なんか本当はもうこれぐらいで良さそうですけど、ちょっと私の刺し方が悪くて左がちょっとへこんでたんで、これぐらいですかね。なんかシルエット的にこんな感じですよね。はい、で、これ細いところに絡めても取れるので、なんかサテンステッチがいっぱい混み合っているところに絡めておいてください。で、お水で濡らして、結構描きながら刺繍しながら修正していってたんで線がいっぱい入ってます。はい、以上です。いかがでしたか？チャンネル登録を、またぜひよろしくお願いします。それではさようなら。